あの日本の心を学び語り伝えるっていうのが、まあ、一つの目的というかテーマですよね。でその日本の心をまさに体現して、で辛い戦いの中で知っていかれたのが永年の皆さんじゃないですか。 そこにまずは感謝するっていう、それって出発点だと思うんですよね。だから日本の心を取り戻していく、その日本の心を学び語り伝え取り戻していくっていうことをしていくのにあたって、やっぱりその歴史とのつながりっていうものを大切にしていく、それがやっぱり原点じゃないかなと思いますね、はい、あの戦争で辛い思いをされた、戦争が憎い、戦争を愛する人を失った、本当にもう二度と戦争はあってもらいたくない、できれば愛する人を返してもらいたい、そういう気持ちって多分多くの方が持ったはずなんですね。だからこそ日本人というのはできるだけ戦いを避けようとする。実はあのネズボンの第3巻が8月24日に発売になるんですけども、すいません宣伝みたいで申し訳ないですが、あの 日本はなぜ戦ったのかというのがテーマなんですね。で何でも日本人ほど平和を愛する民はいないと思う。だからこそ日本人ほど戦えばこれほど強い国はない、そのことをやっぱりもう一度考えてみるべきじゃないかというふうに思います。